タラララララ直してあげる、直してあげる、戻してやったんだったら戻せる激おかさまでぜひにゃーにゃー怖い怖い怖プリヒメが始まるよ最後まで見てねクイズがあるわよ皆さんごきげんよマジよ今日は、はい、今日は手品グッズ集めるんです60個入りを開封していきますはい今回はねこの手品グッズ60個入りを全部ね開封して、うん、みんなで手品誰が上手かっていうことでやっていきます手品といえばね種も仕掛けもあるんですけどねそのもう種も仕掛けもお見せしながら誰が上手にできるかっていうのを競っていきますはい、はい、そして3位になった人ね最下位の人は今日晩ご飯なしえ、まさにそうそういいはいえ、じゃあ逆に1位だった人は1位になった人うんアイスネット好きなゲーム嘘にするえ、ハードル高すぎじゃないパパ上手いからね、手品じゃあパパ好きなゲーム自分で買うってこと、うん、どっちにしてパパがお金払うってことじゃないそうだねってもはいじゃあやっていきましょうはい、はい、じゃあこれどうやって開けるのここじゃないなんかねちょっと待ってここあ本当だまずさどんな感じの箱かみんなに見てもらおうよ、うん、かわいいねじゃあ奥みんなに見せてもらっていいよこんな感じだよこんな感じだよはいガルがいるようさちゃんもいるよはいおうさぎちゃんこっちねおとりもいるよなんで全部追いつけてんのなんで丁寧なのおトランプもあるよお手品でもやりますはいおもしがあるよおもし様ねお杖があるよおステッキじゃんおじさんがいるよちゃ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 おくんおくんおくんおひねそうだねオープンで言ってないしかも破壊ちょっと待ってちょっと待って破壊したよバキって違うちょっと待ってちょっと待ってこれ破壊人だこれ破壊人だねこれこの破れ方破壊じゃん破壊え違う違うの違うの何何何違うここはただ見せるように立てるだけであ、わかるこんな感じでうん見せるように立てるだけではいはいいくよパパやろっかいや、そこ踏んじゃないいくよこれはね大きく体重かけてグッてやるとバキバキってなっちゃうここ2本投げたあざーっていくよ見ててよあざーほら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 すごいあざーやばいやばいうまいよさあプラチナとスターフィンガースターフィンガーやっぱさ缶詰も飽きられるんじゃないこれでいや無理でしょ気にするわじゃあまず準備しましょうはいはいこれでオープンでほらほらほらこれ手入れるのだガチャガチャじゃんほら本当だ丸いね黒いあのガチャガチャが入ってますはいあとこれね60個入りですこんな感じのね黒いガチャガチャのカプセルねこれをこの中入れればいいのかガチャガチャね悪魔のボール突入突入あーいいこれで蓋すればいいのかなはいじゃあね誰からやりますかじゃあじゃんけんじゃんけんするそうしてグッズいっぱいあーじゃあたったったったー大人の力はい、いきますなんだろうな。せーの。あくん、おちっちゃい。え、トライアングル？何これ？知恵の輪？こんな感じで知恵の輪みたいなのが出ました。なんだこれ？あれ説明書？説明書ないぞ。書いてる書いてる。この中入って書いてる書いてる。ちっちゃい。ちっちゃい。ミニじゃん。こんな感じとあとね裏にはねこれ外してねみたいなの。あ、これマジック？ちょっとパパがやるんじゃないのこれやったら取れるみたいなこっちのはやったらいいのふんってなんかやったらすぐ取れるあれじゃない力ずくあ取れましたははいこれがマジックですはいやうわーとこれまたなんかあれだね脱出ゲームのあの道具でネタで使えそうだね確かにずっと気をしろみたいな、うん、ね、じゃあこれはいパパいただきましたはい、はい、次ひめちゃん何が出るかな下の方いっちゃう一番下を取ったなんか手がつりそうになった手がということはあの袋の一番上にあったやつだよだってこうあったらこうガバーって
あかーん、もういいや。一番上の方がいいかもしれないから。じゃじゃん、はい、一緒。一緒、はい、あかーん。はい、もう一回やりますよ。え、もう一回。うん、私は神。あ、かぶったらもう一回だ。おーくん、ひめちゃんだよ。うん、かぶったらもう一回。神はいいけど、そうだよ。じゃあちょっとさ、これあの、誰が上手に手品できるかなっていうの。じゃん、はい、はいはい。これかぶったら面白い。おー、違う違う違う、なんか似たような感じだけどちょっと違うかも。え、どうなのかちょっとカメラに見せてよ。うん、こんな感じです。それも知恵の輪じゃない。そんな気がする。見えるかな。はい、こんな感じでね、トリセツも入ってますが、うん、え、取れなくない。これも取るんだって。はい、ひめこマジックスタート。ドゥン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 ドこれ、なんか固まっちゃった。動かなくなった。して固まった。パパもやっちゃっていいのこれ。なんでパパがやってるの。そうだよね。失礼しました。やっちゃっていいのじゃないよ。私が頼んでないんだけど。なんか固まったって言っただけなのに。ねえ、どんどんどん。あ、取れた。あ、本当だ。はい、次、青くん。これ全部知恵の輪か。10種類以上の手品グッズが入っているよ。はい、じゃあ開けます。はい。お、なんか違う。なんか違う。やったやった、できるよ。ちょっと見せてきて、見せてきて。はい、なんかニックルマークとか泣いてるマークとか怒っているマークがあります。あ、これね、説明書読むよ、うん、丸い入れ物の中に顔の絵が入ったサイコロがあります。ある。あ、なんかある。あるね。あ、それを振ってこのサイコロは少しずつ大きさが違います。あ、違う。違う。うん、サイコロを入れ物の中に入れてください。はい、サイコロの顔の表情によって入れ物の凹凸が変わるので、怒りマーク、ニコニコマーク、涙マークの凹凸を覚えて遊んでみよう。これ顔の表情あるじゃん。うん、こう入れるじゃん。今怒った顔入れました。うん、でこれをやって、はは、これどういうこと。同じ。え、ちょっとね、お時間ください。こんな感じの入れ物なんだよね。さっきね、いろんな顔が3種類の顔があると。で、中身を開けるとこんな感じで、怒った顔とかニコニコマーク、泣いた顔とかあるんだけど、これが大きさが違うってなんだ。あ、これあれだ、正方形のサイコロじゃない、横長のサイコロだ。長方形のこれだとほら違うでしょ、うん、こっちとこれ。今これ横長に入れると低いでしょ、高さは。うんうん、でこれで触って、あ、今これ横長のが入ってんなって、この膨らみ方は。うん、次ね、縦長にするじゃん。縦長にするとモコってなるじゃん。うん、だから、あ、今これ縦長の顔が入ってんだと。うん、長方形の形でこの中に今入ってるねと。うん、横長縦長と、もう一箇所、うん、これもんのこれもんのこれもんやでね。うん、だからこのね、面積が一番多い状態。うん、これでやるとまた形が変わるから、うん、今は何が入ってるでしょっていうクイズなんだ。なるほどね。わかったわかった、わかりました。じゃあ、ひめちゃんまずこれ顔を覚えよう、パパとひめちゃんで。うん、ニックルマークの顔だとこの触り心地だよっていうことじゃん。うん、オッケーオッケーオッケー、やっとわかった、はあ、お待たせしました。ニッコリマークね。オッケー。ニッコリね。で、次は怒った顔。これ怒った顔ね。あ、ちょっとちょっとモコってなってる。おう。ミステリーだ。マジ。いやいやいや、ひめちゃんマジックね。ひめちゃん人形倒したの。そう。マジ。ひめちゃんマジック。次、泣き顔。泣き顔だと一番背が高いからモコってしてる。なってるね。だから、オウくんこのサイコロ何か入れて、パパと姫ちゃんね、あの横向いてね、見ないでおこう。じゃあ奥入れて入れて。みんなに見せてもいいの。いいよ。ザ
かな。ふわふわにします。見えないかな。その顔を上に向けておいてね。オッケー。はい、じゃあ見ていい？うん。オッケー。じゃあひめちゃんちょっと触ってみなよ。うん。大中小のこの膨らみだよね。それを当てるんだよね。オッケーオッケー。パン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 。あ、わかった。まあ簡単にしてね。顔なんだっけ。それ私も忘れちゃった。何番目か言うよ、うん、最初にやったのか2番目か3番目に触ったやつ、うん、番号せーの2番。最初泣き顔、いや違うな、とにかくね2番目はねニッコリマークだったんだよね。だからパパはニッコリマークです。ひめちゃんは、じゃあ私は泣き顔。泣き顔3番目の泣き顔、3番目の泣き顔、うん、1番目は怒った顔だね、うん、はい、奥君正解は、正解はハズレ、2人とも怒りの2。二人とも、え、2番目に触ったのが怒ってたの？うん。え、パパ番号合ってんじゃん、2番目覚えてなかったんだよバカだから。ちょっと待てよ。じゃあ奥の勝利。はい、はい、奥の勝利さんの勝利でした。奥くん、お、だった、あ、おこ指輪、これはこれ結婚指輪だ。すごい、結婚してください。奥くん誰のこと好きなのか、ここで。うわ、今めっちゃ照れた。今顔見た、今の顔見た。ちょっとアップでもう一度どうぞ。奥くん誰のこと好きなのか、ここで。ほらほらほら、めっちゃ照れてる。え、奥くん好きな子いるの？いる、いない、どっち？悪いことじゃないんだよ、いいことなんだよ。いや、待て待て待て、いいことなんだよ。めっちゃ照れてる、めっちゃ照れてる。おかしくないわ。ちなみに私が好きな人は次男キメの冒険第5弾、ジョジョ黄金の風に出てくるアンサーチームのリーダー、ね、リゾットネイルです。はい、読みます。チェーンを親指人差し指に乗せるように持ちます。親指と人差し指の間にチェーンをたるませます。あ、そうそう、結婚指輪じゃないんだよこれ、多分。え、そうなんだ。うん、シリーズアップするよね。ねえ、パパ恋用だね。ねえ、そもそもこのもらえていないか。ねえ、あはははは。このチェーンとこの輪っかを使って、うん、ね、マジックをするっていうね、うん、だからこの種、仕掛けを書いてくれてるから、うん、これをマスターしろってことだよね。うん、たるませていないチェーンの間を通して、たるませていない方のチェーンってここだよね、奥の、うん、チェーンの間、あ、こういうことか。お、そして親指を取ると、あれあれあれ、説明書がなんかよくわかんない、パパが理解できてないんじゃない。え、私も意味わかんない。理解不能。わかる、わかんない。もうこれ通せばいいんでしょ、とにかく。うん、うん、じゃあこうじゃん、ほら、ダラララララドロロ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 ロ、見たてか。今の顔見た。はい、大成功。おー、ロー君首調整じゃない。すごい、なんでなんで、大したことない。えー、はい、じゃあ次行きましょう。はい、次私です。もうババマスターだからね、どうぞ。じゃん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 、うふ、はぁ、こういうことか。ニコニコ、おこおこ、シクシク。じゃあもう一回弾いてください。それ出たやつだね。うん、うふ、あぁ、オッケー、ふっ、すごい、なに、一緒。じゃあ私やります。うん、やってみた。ガラガラガラ、ひゃ、これだ。おっ、あー、ミスった。新しいやつだ。え、あ、新しい、やった。お寿司、お寿司だ。いや、お寿司じゃない。じゃあ、奥くんみんなに見せてね。難しいでしょ、ひめちゃん、うん、ちょっとね、その間パパとね、ひめちゃん猛特訓します。はい、なんかね、こうね、ひめがね、なんか長いの、なんかなんて言うんだ。だってわかんない、ほんとに。え、奥くん、そういう好きな子誰なの。かわいい。なに、ダメダメ。来た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 、できた、来た、あ、こっか、なんかなんかおかしい、なんかおかしい。なんかおかしい。奥の方行くよ。奥のロープを本体の図のように通します。箱を動かすとロープが切れるように見えます。
元に戻すとロープが戻るように戻れます。え、マジなの？ロープが元のように戻れます。どういうこと？少々お待ちください。オウくん、手品練習中です。はい、練習したのでみんなに見せます。はい、はい、オウプロ頑張ってください。まず糸を通しました。はい、変哲もない糸です。はい、何も変哲もないです。動きます、はい、糸動いているね。はいはいはい、それで、はい、見ててよみんな、うん、ちゃんと見ててよ。はい、でーでー、切れた切れた切れた、はい、切れました。これ切れてるよね。それ元に戻すと、うん、こうだよね。切れてる切れてる切れてるよ。切れてるじゃない。あらら、何やってるの？え、もう一回切ってみてよ、キュッて。ったー、切れた切れた切れた。え、それ戻して、また決めた、切れてみて。え、それ、じゃあ紐抜いてみてよ、じゃあチュンって。いい？うん。へえ、あれあれ、切れてない、へえ、切れてないっすわ。うほうほう、食ってみな、食べた、切れてないさ。なんで？オープロ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらね、みんなね、びっくりした人もね、いるかもしれないけどね、どういうことかっていうと、ここをね、動かすとこういう風に見えるの、切れたように、はい、見えるかな、みんな、ほら、これで、で、本当のロープはここの上ギリギリを通ってます。だから、切れたように見えるけど、切れてないっすよ。うん、切れてないっすよ。なんかさ、なんでダジャレみたいに言ってんの？飛ぶぞ。やばい、破壊神になっちゃった。いや、破壊したじゃんこれ。嘘、飛ぶぞ。嘘。ああ、ちょっと切ってみな、飛ぶぞ。食べられないし。飛ぶぞ。何破壊してんの、二人とも。食ってみな。いいか、パパいきます、せーの、トウ。はい、パパは、はい、あ、なんだこれ、新しい指、指、ちょっとね、練習します。この指を使って手品やっていきますよ、うん、じゃあパパね、練習したのでお見せしていきます、うん、はい、はい、こちらね、何の変哲もないね、シワクチャの、はい、シワクチャのハンカチーフがあります。はい、これをパパのこの左手に入れていきます。うん、左手いくよ、みんな見ててよ。よいしょ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 、え、入ってるね、この左手に、うん、こっちあるよ、ハンカチないよ、うん、親指でも、うん、グッと親指でギュッギュッとやるじゃん、グッ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 、そうすると、あ、そう、うわ、え、ないよ、ほう、そしてもう一度ハンカチを引っ張り出します。取れるかな、取れるかな、と、うお、どう、みんな、すごい、すごいでしょ、どうですか、すごい、なかなかやるでしょ、どうやったの、もう一回見せてあげよう、あるじゃん、左手にあるよね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 、あるよ、左手に、おお、すごいじゃないか。指変じゃなかった。指？親指。あ、なんか、これ右手の、ここね。親指はなんか違和感。なんか、向こうって、はい、今からね、種明かししていきます。はい。はい。よいしょ。うわ、うわ。はい、親指。うわ、すごい。はい、これが入っていました。この親指を左手にね、こうやって持って、ハンカチを見せるときに、なるべくね、こんな感じの持ち方すると違和感ないじゃん。はい、こっちありますよって感じ見せて、持っている左手ね、この中にこうやって押し込んでいきます。こうやってね、押し込んでいくの、うん、で、この親指をここに入れて、パッて、うん、で、取り出す時もこうグッと持って、こうやって引っ張ったら、すごい、これをやると、はい、こんな感じでこうやって入れていくよって、たね、はい、ということでね、パパ終了です。どうだった、みんな分かんなかった？うん、これなかなか高得点じゃない、渡す、いいね、今のところ多分1位だよね、パパ。続いては私、はい、どうぞ。なんか私、なんか手品っていう手品が来てない気がする。
そうだよ、知恵の輪とかだもんね。あ、違う、なんか新しいぞ、新しいぞ。スポンジが入ってる。ボブじゃない、スポンジボブ。スポンジボブじゃあね、姫ちゃん今弾いたマジックちょっと練習します。え、もうできた。あ、もうできたの。うん、早いな。はい、はい、お、早いな。まず、はい、もう何の変哲もないうさちゃんスポンジがあります。はい、これを右手に持ちます。はい、そして右手に力を込めます。はい、はぁ、はい、はぁ、めっちゃ込めてる、めっちゃ込めてる、めっちゃ込めてる。さぁ、うん、込めてる、込めてる。さぁ、しょーって言って、あ、込めてる、込めてるよ、力込めてるよ。はい、しょー、え、増えた、うさぎが。何、うさぎが何。うさぎスポンジ2つ2番になりました。ぽよん。じゃあこの2個持って、はい、もう一回やると、あ、やってみて、4つになるんじゃない、これ。今度減るよ。減るの、減るの、減るよ、減るの。減らすこともできるの。すごいですね。そう、うん、どうなった、どうなった。おーおーおー、こっちはこっちはこっちあるんでしょ。あれ、姫三枚。はい、今の種教えてください。今のはすごい単純なんだけど、本当は私左手に持ってたんだよね。うん、最初。そう。うん。分かってた？うん、分かった。それで言えるじゃん。うん。込めるじゃん。うん。この込めるときにこっそりと右手の方に、うん、左手に持ってるやつを入れるんだって。こうやってグッと。って。そう。そしたらファーみたいな。ああ、勢いが大事ね、こう見せるときは。うーん、バーって。そう。で、減らしたときはどうやったの。まずこっちに2個あったよね。そう、2個あって、はい、ふーってやったときに、うん、1個だけ左手持つんだって。ふ、うん、ーん、ターって。飛んだじゃん、今。飛んじゃった、今。今のはマジックだよ。パーってやって、そのときに、パッと隠すんだね、左手持ってて1個。オッケーです。次が飛んでった。はい、じゃあひょんちゃんもね、成功です。イエーイ。はい、次はね、おっくん。はい、おっきゅん、だっぞう、だっぞう、ぬる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 、きょー。おー、なんだ、おーくん、おーくん、リング。あー、リング出た。おーくん、リング。じゃあ、おーくんもう一回。はい、どうぞ。はい、じゃん。おー、お、出た。もうこれ結構出てんじゃない。もうみんな開けていこうよ。うん、オッケー。はい、どうぞ。もう出てないやつやろっか。そうだね。ね、これもダメだ。あ、オークンとひめちゃん同じかぶった。はい、これは。じゃあこれオークンやろっか。うん。ね、オークンマジシャン。じゃあちょっとね、練習しましょう。うん。じゃあ行くよ。はい、オープロ、準備ができたようなんで、どうぞ。じゃあみんなちゃんと色覚えてよ。緑、はい、赤。はい。青あるでしょ。うん。まず緑から入れていきます。あ、その筒の中に入れていくんだね。はい。はい、まず緑入れて、赤。赤入れます。うん。青入れます。はい。みんな行くよ。うん。そしたら緑、赤、青か。うん。何色が出てくる？え？ちょ、青から出てくるじゃん。うわ。青、緑、赤。すごい。すごいすごい。オークン、これアップでもう一回やってみて。すごいじゃん、うん、やりますね。みんな行くよ。うん、まず緑。はい、緑入れました。緑入ったよ。赤、はい、緑、赤、青、はい、緑、赤、青ね。うん、行くよ。はいはいはい、緑、赤、緑から出るよね。赤、青、緑から出るよね。スーッとやってやると、え、何？なんかチャレとか仕掛けとかあるの？それ。逆って言ったぞ、今。え？やべえ。じゃあ、パパやって。仕方ない。私のこのスーパーテクニシャン、マジシャン、マジックパワーを見せてあげよう。何やってんの？じゃあ、いくよ。はい、まずね、さっきオークが入れたように、緑入れるじゃん。ね。で、赤入れるよね。赤入れるね。はい。で、青入れるよね。はい、緑じゃん。出てくる順番は緑、青、あ、緑、赤、青、緑から出るよ。
ロロロロロ、お、青いよ、青いよ、わわわわわわ、すごいよ。今のね、種明かしすると青、青、緑、赤、合計で4つのビーズがあったの。はい、先に青をこの裏から入れといて、こうやるじゃん、うん、しかも青がもう入ってんだよね、うん、で、緑、赤、青って入れると先に絶対青から出てくるようになるの。わかる？はい、そんな感じでした。なるほどね。はい、じゃあね、手順にょーにょじゃあオープンしていこう。あ、なんだこれ。わ、あ、出た。人参と野菜。人参と野菜だ。はい、じゃあこちらね、パパ次やっていこうと思います。はいはい、練習完璧です。ヘメちゃんオープン、これ引っ張ってみて。じゃあオレンジ取れないんだよ。ほら、グッとやってみて、せーの。ほら、取れないでしょ。わざとやってないよ、これ。ほらほら、うん、本当だ、うん、うん、取れないでしょ。ウルの力は揃っているかね、取れなくなっております。すごい。これを魔法をかけるとすぐ取ることができます。どうやるかわかる？くる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 。はい、取れた。はい、なんでなんで手順じゃない。あ、違う、あ、そっち。うパンみたいなとこ。手順にゃーにゃ、なんかオークンにゃーにゃ、なんかパパがやってもん、かわいくない。かわいいね。手順にゃーにゃ、かわいくない。じゃあね、これどういうことかっていうと、実はここね、縦に振ると今ここ指が入るんだけど、あれ縦に振るとね、棒が出てくるんだよね。ほらほらほら、出てきたじゃん。これでガチって引っかかっていたの。それで回すことによって、あ、なるほどね、外れるの。オッケーオッケー。鍵みたいな感じ。そうそう、鍵。ほらほら、こうやって出てきたでしょ。見える？みんなね、目を置く。なるほどね。わかった。これをグッとやるとこんな感じじゃん。やばい、グッと回すと奥の顔が。はい、せーの、はい、でにゃー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 。はいはい、次どんどん開けていきましょう。うわー、全部開封しちゃうよ。うん、はい。あ、また新しいの引いちゃったよ。なんかね、次なんかバネを使うみたい。はい、じゃあこちらを使ってひよちゃんマジックどうぞ。はいはい、練習終わり。はい、マスターした？完全にマスターしました。おお、自信あります、姫プロ。まずはい、このバネ、はい、リングがついてるじゃん。はい、ついてる、うん、はい、これどう引っ張っても取れません。じゃん引っ張ってみて。こういう時パパ意地になっちゃうんだよね。持てる？両手で持った方がいいよ。私の力を舐めるんじゃない。待って、ほらね、ちょっとちょっと待って、見せて見せて。え、はぁ、ちょっと、あ、ひめちゃんの顔が直してあげる、直してあげる。戻して、やったんだったら戻せる。激おこだ激おこ、なんなる。だから私の力舐めるんじゃないって言ったじゃん。いやいやいや、マジックの邪魔しちゃダメでしょ。パパ最近鍛えてて握力95あるもん。は、ないよ。嘘95キロね。しかも全然鍛えてないじゃん。そう、デブいの。いや、形が違うやん。デブいの形違うやつやん。ねえ、めっちゃこうグリーンってなってこうなってるやつやん。もう一個これ出していい？もう一個。ごめん、ひめちゃん、パパぶっ壊しちゃったので、もう一個ね。あ、これ同じだね。うん、ついでにね、見つけていきましょう。はい、これ。はい、ごめん、さっき見たように。ちょっと待って、あの、パパが破壊したのとちょっと見比べてみましょうね。全然やばいじゃん、それやば、これ。はい、ちょっと見えるかな、みんな。これとこれ、どうしてくれるの。ごめん、どうしてくれるの。練習をよ。はい、ごめん。はい、それではひめちゃんマジックやっていきます。はーい、ひめにゃんにゃ。まずはリングを右回しに、はい、回します。はい、そしてその後左回し、はい、そうすれば、うん、じゃん、え、取れました。取れにゃーにゃ。
はい、大成功。大成功。どうなってんの。まず、はい、このバネにリングを普通に落とします、はい、ポンって、はい、そしたら取れなくなるんだよね。取れなくなったね。だけど、はい、ほら、あれこんな感じにもうすぐ取れちゃうんだよね。簡単じゃん。こうやって入れた状態でちょっとクッと引っ掛ければ入るだけで、うん、本当はこんな感じですぐ入っちゃう、入ったり出たりしちゃうんだよね。あ、そうなんだ、うん、これをこう入れてくるっと回すともう取れないんだけどね、こうやるとドゥー、はい、パパじゃん。いや、私だよ。どうぞ。はい、引っかかったね。はい、取れなくなったね。出します。はい、はい、取れた。はい、取れにゃーにゃー。はい、ということでね、今回はね、はい、10種類以上の手品グッズが入っているよ。どれが当たるかお楽しみ。手品グッズ集めるんですで遊びました。はい、ミッションは私で間違いなし。え、なんで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 これ、これで決まったでしょ、最後。分かった、みんな頑張ったからもうみんな勝利ということで。やったー。じゃあみんな一人ずつ。そうだね、オッケー。いいの、うん、いいよ。ヒロウくん好きな子、うんちゃんだったよね。はい、ということで今回この辺りで終わります。はい、はい、またねー、バイバーイ。パパニャーニャおーニャーニャどっこりおっくん。おっくんか、どの穴から顔を出したかわかるかな。いくよ、スタート。正解は、みんな、わかったかな。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン。